さて、これまで追憶の動画を順番に投稿してきましたが、ついに最終章ですかね。東京救出作戦。金木を発見するも活動を続ける龍。すべてを終わらせるため、金木と綾人は新たなコアを破壊するべく、地下へ向かう。メイン、金木剣。自分を助けてくれた人に報いるため、自分が犯した罪を償うため、大切な人たちを守るために、金木は挑み続ける。眠りから目覚めた金木健は、自らの手によって変貌を遂げた町を目の当たりにしていた。そこで出会ったグール。しかしそのグールは以前は人間であり、竜から生まれる落とし子の毒によって人間がグールに変貌したものだった。調査により、毒を持つ落とし子はもう一つのコアによって生み出されていることが判明する。僕の体には毒の耐性があるんですよね。もう時間がない。僕がコアに向かいますので、キミさんはサポートをお願いします。俺も行く。アヤト、カネキ、必ず帰ってきて。さあ、もう地下にいますね。根元で作られた落とし子が地上に送られているのね。やはりこの先に強い反応があるようです。急いでください。とりあえず敵は落とし子と B かな。お、金木龍だね。ちょっと攻撃モーション見とこうか。アヤトもいるね。なんかあれだね。ガスマスクつけてないんだね。ここら辺はつけといた方がいいんじゃない。お、何、指パキをしようとしたのか。ちょっと攻撃モーション見とこうか。まあこれは普通の格闘ね。このカグネのこれもあれかな、同じかな。一応スキンが違ってるってこと か、 なんかハイセのね、あの一歩踏み込んで上空からカグネをね、なんかなんて言うんだろう、引っ掛けるみたいな、あのモーション好きだったんだけどな。じゃあ進んでいくか。これこっちでいいんだよね。この柵ではない。またこれあれか。お、今。あ、いるね。ほいほい。もうすでにスキルゲージが1本溜まってるが、おおお、まだいるのか。オッケー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 。とりあえずどっちだろう。こっちに行ってみようか。あ、矢印こっちにあるね。こっち探索してみよう。お前こっちに来れないだろ。ほら。ほいほい。ほい。よいしょ。追撃で。よいしょ。こっちは、あー、もしかして繋がってるのか。あそこに覚醒が1個あるな。なるほど、時間制限があると。つかめっちゃ敵いるんだけど。あやとくん、あやとくん、ちょっとあやとくん来てよ、ちゃんと。ほいほいほい、俺のサポートよろしく。もう今は僕たち2人なんだから助け合っていかないと。いつもあったら4人いるから誰か助けてくれるだろうみたいな、そう、安易な考えがあるけど。やばい、ここめっちゃ詰められる。カメラが悪すぎる。よいしょ。まあこれこうやればいいんじゃないのこれ。もしかしてアヤトにも当たったかもしれんけど、そういうことでしょ。追撃で、こいつにも追撃。とりあえずね、全員敵を倒せばトリプル S には乗るのかな。なんかいつも全然リザルト画面しっかりと見てないからあれだけどね。接近戦の方が得意なんだよ。
追撃はなし。あったね。カードキーじゃねえわ。操作盤どこだろう。スイッチか。いでででで、二人まとめて吹っ飛ばす。こいつ何者だ何者だこいつ。追撃してこれか。これだね。これを押すと時間制限ありで閉まっていくと。うん、違ったね違ったね。これじゃなさそうだ。光ってないもんな。うわ、なんかいるんで。え、どっから出てきたんだよ。ってことはこっちだな。もうこっちしか道ないしな。ね、ないね。What？ ここら辺にあったか。あ、上か。あ、あるわ、ここに。全然見えなかった。覚醒。うわー、マジ。こいつら何？これあれだね。なんか、これエリア外か。さては。いっでー！ RC 値が上昇するやつ。あ、いたけど、いつの間にか竜の落とし子がいっぱい徘徊してる。気持ち悪いんだよな時間で閉まっていくみたいな。待って、なんかもうこいつら爆発準備 OK じゃん。こいつら爆発準備 OK なんだけど。うお！マジかっこいい。いや、覚醒かなって思ったんだけど。ああ、スキルでも出すんだね。まだまだ普通のカグネかなと思ったけど、一気に十字架まで、持っていきましたね。勝ってみんなを守りたい。ほいほい。なんだ、ここ一人だけか。お前一人だけで寂しくないか。いててて。ほいほい。ここ開くけど、こっちにも通路があるね。こっちはなんだ？うわ、なんか汚っ。下水か。ああ！ビビるビビる。ほいほい。あ、君一人だけか。回復薬あるのね。なるほどね。こいつを、回復薬一個守ったのか。あ、ここにもあるね。で、覚醒は？なんかなかったここら辺。取ったのかな？こっちだね。いや、これ見てるとさ、ジェイルのあの、ムカデの、ムカデとの遭遇を思い出すわ。なんかあったんだよ、こういう手順が。右行って左行ってみたいな。強い。なんか、前一直線、いなくなるね。敵が。おい、リッカーみたい。バイオハザードのリッカーみたいな。これ取って。一気に叩く。よいしょ。ほい。ザン、ザン、ザン。ザン。まあ、大体この範囲攻撃やってれば、どうにかなるかはあるけどね。よいしょ。爆発するのが怖い。爆発するのは怖すぎる。ほら、見ろ。あやとくん。まんまと巻き、くたばれめっちゃイライラしてる。くたばれ。さてと、一応スキルゲージマックスの間に。あー、ここね、ここ。降りていくやつだね、二人で。どうして、彼女のことを感じるんだろう。お目覚めかよ。降りるぞ。まあ思ったのがさ、飛び降りれるなら最初から飛び降りたらいいんじゃなかったのっていうのは多分ね、あの見てたみんな思ったと思うんだけど、これわざわざさ、こうなんていう、伝って降りてたじゃん。敵を殲滅しろ。10人ぐらい一気に叩きたいんだよね。だからどっか一箇所に固めて一気にスキルで持っていきたい。もっと固まってくんないかな。なんか、うかくタイプみたい。きや。今いけそう。くらえ。ちょっとずれたか？いけるな。ザザ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 ザン。あははは。あ、7人か。まあ、7人ぐらいなのかな。どっかに覚醒ゲージが1個あったね。あった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 。これこれ。
大丈夫かやと。いて出ててる。いて出ててててて。こいつらさ、攻撃してないのに勝手にさ、爆発するから。いやだー。いいね。いて出ててて。何人倒したんだろう。よいしょ。ほいほいほい。必殺を行って、これやばいわ。ガンガンスキル使っていかないとダメなのかな。おっと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 。こっち来い。よいしょ。まあ大体爆発でやられてるんだけど。はい。はい。もうキリがないよね、これ。場所で体力を使うな。行け。頼むぜ。クソ兄貴。金木さん、間違いなくその先にコアがあります。急いでください。金木。必ず帰ってこいよ。この金木必ず帰ってこいよっていうのはさ、あの古田を倒した後じゃなかったっけ？違かったっけ？俺の勘違いかな。よし。え？お待て。回復薬取り損ねた。嘘だろ。回復薬を取り損。いるのかよ。こいつらさ、進むのは左か。回復薬取り損ねたんだけど、上行けないよね。もうやらかしたな。こっち行ける？こっち行けるじゃん。なんだこっち。あ、続いてるぞ。繋がってるのかな。こうなんか絶対あるでしょ、アイテム。ほらー、こっちは俺、あ、こっちにも覚醒ゲージだね。ここ破壊しとこうか。OK。うわ、待って、これ中ボス祭りなんじゃないの、もしかして。竜、行ってー。あー、これはやばそうだな。ん？後ろからもなんか来てる。お前、どっから起きやがった。やばい、爆発する。厄介だな、あの爆発。これ、あいつら登ってこれないのか。なるほど。上にある回復薬を取り損ねたの、取り損ねたのが本当に痛い。いてえ！落盤かよ。落盤かよ。はい。はい、と。うわー、ここやばそう。じゃあ着ない。じゃあき、いやー、ちょっと待って待って待って、そのやべ、ちょっと待ってくれ。それはやばい、やばすぎる。ちょっと待って、ここ部が悪いな。つかめっちゃいるし。いやー、ちょっと待てよ。ててててててて、てこいつらさ、すげえ石投げてくるんだけどさ。オッケー、めちゃめちゃ削れるね。オッケー、竜の落とし子倒して追撃入れよう。追撃もう一回。おら、よし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 、いいねいいねいいね。いた、あいつに追撃入れよう。竜の落とし子あれだね、あのこの中ボスチックなやつは爆発しないんだね。だから追撃を、やばい、うわー、くっそ、悔しい。ちょ待ってよ、どっかに覚醒ゲージあったはず。あったあったあった、これこれ取っていこう。なんか結構必殺技を打たせてくれるみたいだから、申し分なく使っていこうぜ。爆発するでしょ。上かな、まっすぐかな。上っぽいけど、いて
まっすぐか。なんでこんなとこにお前らがいるんだ。ほいほい、よいしょ。 OK、 追撃ある？ないね。ここが進むとこならアイテムはないね。じゃあちょっと上見に行ってみようか。もしかしたら何かあるかも。何かあるかもって言ってもまあ言うて回復キットか、欲しいのはそこら辺だけど。また下水に、あ、回復キットだね。回復、まあ、ほんと1ミリぐらいしか減ってないけど、取って、あ、覚醒ゲージね。なるほど。もう、ここはもう思う存分スキルを売っちゃってよ、みたいな、そういうノリなのかな。いやいやいや、それ、お前、公明の罠すぎる。お、いきなりトリプルエースだね。なんかまずそう、ここ。え？ボス？そんなことないか。ん？ボス部屋か？何かご用ですか？まさかこれを止めるなんて無茶、言うつもりじゃないですよね。言っておきますが、僕ね、意外と強いんですよ。なるほど、さあ行くか。これラストバトルかな。ほい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 、いててててきれ、ほら、そんなに硬くはない。いてっくるくる回ってる、ふざけてんのか。このセリフ大好き。遊びは面白くならない。おら、そろそろ覚醒入れとく。よいしょ、追撃入れて、ほら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 、いいね、めちゃめちゃ強いんじゃないこれ。ほら、何もできないでしょ。こっちも何が起きてんのか分かんないけど、なるほど。もう覚醒使っちゃったんだが、覚醒玉みたいなのない？ここら辺一応回復は用意されてるんだね。まあ普通に戦っていこうか。じゃあいて、ほいほい、射撃も使って、クソが、ほい来いよ、こっち来い。来ないな、あいつずっとふざけてる。いて、うわ、カグネ出してきやがった。回復取って、おままごとしましょう。ほいほい、
こっち来い。おら、ほいほい、ほら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 、おら、くそ。一応スキルゲージを回復したい。ほいほいほい、よいしょ。ほら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 、追撃。やばい、当たる。あぶねえ、避けれた。くっそ、あいつも結構瞬間移動チックなことしてくるな。くっそ、あいつ HP が減ってねえんだよさっきからよ。これ俺が耐えろってことだろ。よし、行って。お前ほんと、いた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 、やばいやばいやばい。いや減ってるな、微妙に微妙に減ってる。ちょっと待って、回復どっかに、回復ないか、どっかに回復がないか。ないなないな。一気失うことになりそうだな。オッケー。なんだよその顔。僕が劣勢とでも思ってるんですか。マジでウケるよお前。まだ足りない。アッシュ一族を殺し、 CCG の歴史を終わらせた。たくさんの命を奪う竜もこの世に解き放った。こんなんじゃまだまだ足りない。僕に来るか、カクジャ。来たね。うお、まがまがしい。古谷村、各蛇を倒せ。 HP 回復してるか。あー全開してるな。ちょっとカグネのレンジはきついか。俺も覚醒したいところであるけど、スキル使うより覚醒した方が多分ダメージを与えられるから、とりあえず貯めようか。攻めて攻めて攻めまくれ。いってー、避けろ。うわー待って、あれが切れてた、スタミナゲージが切れてた。くっそ、やばいな、一気失いそうだなこれは。かわせ、いやータイミングがずれちゃった。とりあえずもうガンガン行こうか。一気失ってもいいや、仕方ない。かわせ、すっ、オッケーオッケーオッケー。今の追撃を入れて、負けない、僕は負けない。いったー、攻めろ。うわー、攻めろ攻めろ攻めろ。オッケー、覚醒ゲージマックスになった。いったー、ちょっと待てよ、まだだ。オッケー、追撃を入れて覚醒しよう。おら、くらえ。よし、いけ。よし、
てやる。純徳と全部無駄に思ったりしませんか。生きていることも死んでいくことも作ることも消費することも価値なんてない、意味なんてない、すべてくだらない。この世界はまるでおもちゃ箱だ。遊ぶだけ遊んだら時間が来て、はい、おしまい。箱は閉じられて二度と開くことはない。あなたも不憫ですよね、純徳と。こんなくだらない世界であがき続けて、こんなところまで一人で来て、あの時リゼに出会うことがなければ、こんな面倒な役回りを演じずに済んだでしょうに。ねえ古田さん、僕はどこにでもいる読書が好きなだけの人間でした。だけどリゼさんとの約束の日を境に全てが変わり始めました。命を狙われたこともありました。むごたらしく痛めつけられたこともありました。うまく成し遂げられずに失うことも。でも新しい居場所ができた。友人のような仲間たちも、師と呼べる人も、愛する人も。あれだけ間違えてきたのに、あれだけ傷つけてきたのに、無駄だったなんて思えないんです。だからこれから先の顛末を全て知ってたとしても、僕はあの日リゼさんに会いに行ったと思います。僕にとっては全部必要なことでした。この世界は、この世界は間違ってない。ただそこにあるだけだ。たとえいつか何もかも無駄になるとしても、僕は今日みたいにあがき続けます。やっぱりわかんないな、あなただけは。こんな地下で死ぬのか。ねえ純徳と、普通に生きたかったなんて言ったら笑いますよね。奪う、奪われる、捕らえる、囚われる、従う、従わせる、肯定と否定を繰り返し、僕たちは失わないように戦ってばかりいる。なのに愛する人も場所も必ずなくなる。僕たちは必ず忘れられる。生きることは悲しい、虚しい。それでもいつか失うと分かっていても、いつか消えると分かっていても、醜く求めてしまう。美しくありたいと願ってしまう。そして僕は選ぶ、選び続ける。
ねえ、金木さん、私ずっとあなたを見てたわ。金木。お兄ちゃん。金木。金木くん。ハイセ。佐々木。佐々木。ママ。先生。ハイセ。金木。金木。はい、ということで、追憶の方、無事ですね、東京救出作戦だったかな、最後の名前、まあ、最終章までやったんですけど、まあ、サイドストーリー、が全然やってないんでね、とりあえずメインの金木支店のやつだけをですね進めてきて、まだサイドの多分ね、まあ、クインクスメンバーであったりとか、他の捜査官とかね、クールとかの視点のサイドのストーリーがあると思うんで、そちらの方もまた後日ぼちぼちアップしていけたらなと思います。まあ、しばらくはちょっとマルチの方、キャラ解放とか武器解放とか、スキル解放とかしていけたらなと、はい、思います。あとまあ一通りね、解放しきって遊んだらですね、まあ、このゲームのレビューというか感想というか、まあ、そういうのも話していけたらなとは思うんですけど、まあ、まだまだ発売して、今日か、まあ、今日発売してとりあえずメインの追憶は終わらせたんですけど、まあ、本当に、ボス戦でのクオリティ、俺が欲しかったものが入ってましたね。ボス戦、かなりクオリティの高いものに仕上がってたと思います。まあ、ムカデの、まあ、一番に浮かぶのがムカデのカグネの動き、あのうねうねしたやつねとか、まあ、あとボイスですよね。まあ、やっぱルート A って原作とかなり違う路線行って、アニメもあのシーンないのかとか、あのセリフないのかとか、すごいたくさんあったと思うんですけど、まあ、それがうまくね、このゲームに、取り込まれてたと。もうアニメに沿って全部行くのかなと思ってたんですよ。全部アニメ通りに行くのかなって。だから、まあ、有馬の戦闘があったりだとか、アモンのとこでね、原作にしかないセリフがあったりだとかしたんで、そこはかなり嬉しかったですね。あとまあちょっと欲しかったなって言ったら、ひなみとか、あとまあアモンですね、ルート A のアンテイクの、袋討伐作戦のあそこが堂島海だったのかな、クイーン系がアキラに設計してもらったやつ、まあ、あの 3D モデルとか欲しかったですね。ひなみもね、劇場、ここですね、今出てる。ハイセ VS オール。ここでひなみがハイセを守るところ、オールからハイセを守って、まあ一瞬ちょっと優勢に立つんですけど、まあ、そこのシーンとか欲しかったですね。あそこサイドストーリーなかったよね。あったのかな。まあ今後のアップデートとかでね、このボスキャラクターとかを操作できるようにはなるのかもしれない。一応キャラクターとしてはあるから。でもともとボスじゃなかった、確認し忘れたな、ヤモリかシャチか忘れたけど、もともとボスキャラクターにする予定ではなかったキャラクターいるじゃないですか。
まあ、元々普通にプレイアブルキャラクターとして使う予定で実装してたのならば、今後のアップデートでね、プレイアブルとして登場する可能性は大いにあるのではないかなと俺は思ってるんですけど、まああと無印のね、あの追憶とか、始まりがヤモリ拷問のシーンからだったんで、まあそれ以前のね、追憶とかも追加してもらえたらなとか思ってるんですけど、どうなんでしょうか。あとまあこれは初日だからかもしれないんですけど、マルチの部屋がないね思わなかった。まあこれちょっとマルチの話をするのもあれなんだけど、ちょっとマルチ行ったんですけど部屋が一個も見つからないって、まあ自分で建てればいいだけの話かもしれないんですけどね。まあまた放送とかで、まあ、俺が部屋を建てて、誰かに入ってきてもらうみたいな、まあそういう形式なら人は集まるのかなとは思いましたね。まあ追憶これからも時々動画アップしていこうかなと思います。じゃあラストですね。あれから東京の街は変わった。毒を持つ欄干は破壊され、人のグール化は食い止められた。共に戦い東京の危機を乗り越えた捜査官やグールたちは、東京の復興に力を注いだり、穏やかな家庭を築いたりと、おのおのの道を進んでいた。世界は変わり続ける。今でも考える。この世界は良くなったのか、それとも悪くなったのか。でも何もできないのはもう嫌なんだ。いい天気だね。はい、ということでトリプル S ランクですね。素材はこんな感じですか。まあ全然素材使ってないんですけどまだ、とりあえず水浴、はい、メイン終わりました。でこれからはサイドストーリーの方、また、ぼちぼちね、ちょっと投稿ペースが早すぎた、今日は。はい、ぼちぼち、1日1本ぐらいかな、投稿していければなと思います。また、そちらの方を見てください。では、また次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。